皆さんこんにちは、猫です。今日はね、本当に寒い日ですよ。うちはね、あの古い住宅なので、玄関のね、部屋の中で普通に朝起きるとマイナス4度ぐらいなことが多いんですよ。でも今朝ね、マイナス1度だった。だからいつもの年よりは暖かいんだよね。お茶を飲みましょうっていうことで、皆さんに割とね好評だったので一緒にお茶飲んでください。これね、すごいでしょ。ちゃんとね、岩って書いて、十って金編の十って書いた。あの後ろにラバーがついてて、足がついてるのから、こういうふうに五円玉みたいなね形で、すごい綺麗なの、模様が、もみじのね模様がついてるの。これで飲むとね、美味しい気がする。本当にもうすごい、私ハマっちゃったこれ。そんな話を今日お友達にしたら、あ、うちにもあるとかね、結構いらっしゃって、やっぱり有名なんですね。でもね、使ってないっていうから、え、もったいないよ、すっごい美味しいんだよ、お茶それで飲むとって言ったら、じゃあ使ってみるって言ってました綺麗でしょこれね。同じようなほら色なの、すごい素敵、似てるね。前回も出したけど、ちょっと夜だったしそんなに食べれなかったから、今日食べようと思って、めんこいりんご。これ喋っちゃおうかな。この会社の名前、斉藤製菓、岩手県の。なんかね、前にも食べたけどね、すごいたっぷりが美味しくて、でなんかボリュームがあったの。食べてみるね。上がリンゴで、中がなんかさつまいもみたい、見えないいいや、美味しいから。ちょっと器忘れたので取り行ってきます少々お待ちくださいはい、ただいまただいま今日はね、これね、友達のお家からもらってきたんです。いいねって言ったらくれたの沖縄の焼き物、そこで出してくれるコーヒーがね、美味しいの。で、なんで美味しいのかなと思ったら、器が素敵。器がね、すごいね、魅力的だったんですよ。どうしてかなと思ったら、温まるっていうかね、何、こう焼き物のこの持つ感じもいいし、とにかくいいのよ、沖縄の焼き物が。私が好きだなと思ったんですよ。不思議ね、器で変わっちゃうなんて不思議ね。いただきます。あー、たまるわ、美味しい。やっぱりこれね、このね、会社の回し物でも何でもないんですけど、これはなんかすごくね、いい感じ。すごい重いの、ずしって、存在感があるのよ。ここにいますよっていう。そう、ブリリンたちがね、帰っちゃってね、私もね、ちょっと睡眠不足なせいか、顔がすごい疲れてました。まあ今日もそうかもしれないけど、それで、ね、寂しいのもあったし、なんか空虚感もあったし、皆さんが心配してくださってありがとうございます。りんちゃんなんかね、面白いなって思った。うちほら猫飼ったことないから、猫ってやっぱりなんか違うなと思いました。なんで違うかっていうのは、あのこう立ってね、抱っこしてたので、猫って高いところ好きっていうじゃないですか。犬だとただこうやって甘えるだけ、ラルフなんかも、って何も考えずに、あ、
抱っこされてるって喜んでへへへへやってるだけでしょ。りんちゃんって違うの、抱っこしてると抱っこされてるじゃない、私がりんちゃんだとすると。そうするとね、こうやってね観察してるんですよ。キョロキョロじゃないの、静かにね、こういう感じで。あんまり猫の顔に見えないんだよね、目の色が。目がね、普通の黒猫とちょっと雰囲気が違うから、そのせいかもしれないけど、ちょっとバットマンみたいだなって私はなんかイメージが。もう賢そうに見てるから面白い子だなと思ったら、その晩必ず食べ物がなくなっています。抱っこしたその日に必ずなんか上登っておやつを、蓋閉めてあるのにそこ開けて中から取ったり、なんか散らばってたりしてやられたと思うけど、まあ、食べていいものだからいいけど、今日の晩はどこに登ってこういう風にしてあの獲物を取ろうみたいなね、そういう賢さがありますね。あーやられたって朝になると。私はただりんちゃん可愛くて抱っこしてただけだけど、りんちゃんはただ抱っこされてるだけじゃないんだなって思って、ちょっと本当のところはわからないけど、私の方がなんかコントロールされてる感じ。この人間は抱っこしてくれるから利用しようみたいな。だから初めてそういう気持ちになりました。あ、猫ちゃんってこうなんだって。ジブリはやっぱり牧羊犬の賢さがあって、命令通りに動くというかね、人間が発する言葉でこう反応したりね。あ、誰か来たかなって言ったらもうすぐパッと外見て吠えたりとか見に行ったりとか、そういう行動もあるし、ラルフなんかは感情がすごくね現れる子だし、皆さんもねおっしゃってるように本当にそうなんですよ。寂しい目をしたりとか、家族大好きだしね、もうブリだけタイピーと一緒に遠くに行ったとするとずっと待ってたり後ろを見てね。ラルフはそんな子ですね。あんなにブリにウーされてるのにね。まあ人間の子供と一緒ですよね。いなくなるとちょっとハドしてるかなとかね、やっぱり家族だからね。そんな風に。お茶飲んでますか？お茶飲もうね。まあお酒でもいいけどね。私すごい喋ったね。もうこんな時間になっちゃった。まあ大した話じゃないの。ね、ありがとうございました。じゃあまた一緒にお茶飲みましょうね。それでは皆さん元気でね。めんこい、これも美味しかったよ。めんこいりんごも。